はい、こんにちは。2002年の名古屋大学の問題を紹介いたします。X が正の時にこの関数とこの関数どっちがでかいかなんですけど、すいません、これこう書いちゃいましたけど、実際の問題はまあログと書いてあったんですけども、日本だと数2までは対数の定を省略したら10が省略されている常用対数で、数3からは定が省略されている対数は E が省略されている自然対数と、表記が同じじゃん、どっちだか分かんないじゃないかと思うんで、まあ区別するのが普通だと思うんで、こっちが多分世界標準だと思うんですけども、まあ電卓なんかはもう全部こうなってますね。で、ただこれどう読むか、私、40数歳までこれを発音したことがなかったんで、まあ存在自体はまあそれよりも前に知ってましたけども、で、ロンドンでアメリカンスクールに通う日本人高校生の家庭教師をしているときに、その高校生が周りの友達はこれをリンと発音していたと言ってたんで、まあ、私はそれ以来これをリンと口に出すときは言ってるんですけど、それが正しいかどうかは知りません。多分なんか間違ってた気がします。で、じゃあ、この対数の関数と分数関数どっちがでかいか比べて、でまあそれをおそらく利用して丸2番があると思うんですけど、この丸2番ってなんか一見ここでよく紹介している e の π 乗と π の e 乗どっちがでかいかとか、m の n 乗と n の m 乗等しくなるのは mn どんな時か、自然数だったらとかっていうような問題の時に、これまあ自分で無理やりなんか関数作って、でその関数の増減極値がどこかっていうようなことで解くのありますけど、これは別にこの数とこの数ってこの数の逆数が指数、これもこの数の逆数が指数なんで、もう関数としては同じ関数でいいんじゃない、まあ、こうか、まあ、こっちを分数にするか、まあ、どっちか。で、この関数どっちか、増減調べて、単調に増加だったら、まあ、あ、そっか、こっちとこっちで違ってるけど、単調に、こっちだとして、単調に増加だったら、X がでかい方だから、こっちのがでかいとか。で、単調に減少だったら、X が小さい方がでかいから、こっちがでかいとかっていうふうに、まあ、関数を自分で作る必要はない。で、じゃあまずこの丸一番のこの大きさ比べは、そもそもどっちがでかいかを当たりつけるのに、それぞれの関数のグラフをちょっと考えてみると、まずじゃあこっちは、x は0よりでかいだから0は定義のされてませんけど、まあ一応こっちは0入れても値取るんで、0の時は1ですよね。で、そこから x がどんどんでかくなれば、分母がでかくなるんでちっちゃくなって、で、0にどんどん近づいて負になることはないですよね。で、まあ、こっちはまあ、いらないですけど、まあ、マイナス1は取れなくて、マイナス1の時に、まあ、無限にでかくなると。いうようなこんな感じのグラフ。まあ、もちろんこっちもありますけど、それはまあ、関係ないんで、今はいいです。で、じゃあ、こっちはっていうと、こっちは、X、今度はこれは0はダメですね。でも、0に近づくと、この値、無限にでかくなるんで、進数が無限にでかくなれば、それは値も無限にでかいんで、無限の彼方から降りてきて、で、まあやっぱり X が増えれば、進数、値小さくなっていくんで、減っていくと。で、例えば、X が1ぐらいの大きさ比べしてみると、X が1だったら、こっちは2分の1なんで、X が1だったら、2分の1。で、こっち X が1だったら、リン2は、これ、2.7 ぐらいですね、e を何とか乗して2になると。これ2分の1だったら、ルート3よりもちっちゃいんで2にはなれないですね。ってことは、まあ2分の1よりはでかそうだと。まあどこら辺かわかんないですけど。で、まあこんな風な。やっぱりこっちも、x が無限にでかくなれば、ここは0に近づいちゃうんで、リン1になっていく。1に近づいていくんで、これは0ですね。だからこっちはやっぱり0に近づいていくと。で、じゃあ、まあどうやらですから、こっちの方がでかそうですよ。で、じゃあでかい、本当にずっとでかいのかというので、引き算してみて、じゃあ引き算した式を F カッコ X とでもして、1たす X 分の1、引く X プラス1分の1と。で、この関数が常に正だと言えれば、こっちの方がでかいですよね。でも、この関数、もしかしたら途中で、これとこれの大きさが入れ替わっちゃうとすると、まあ、こんなようなことが起きるわけですよね。もしも、これとこれの、こっちの方がでかくなったら。
引き算して負になっちゃうってことは一旦下に行くことになっちゃう。まあ、それでもこれ x を無限にしたら共にこう0に近づいていくんで、最後はとにかく0引く0だから0に近づいていくんで、こう0に近づいていくか、もしかしたら一旦逆転したら下に行って、その場合は0に近づくのに極値があることになりますね。で、まあ、もしもずっと単に減り続けて0に近づいていくんだったら、この f カッコ x が常に正。なんで、これが正と言えればこっちがでかいと。じゃあ、果たして極値があるのかないのか。なくて単調に減少だったらもう、これが言えると。で、極値があったら、まあ、もしかしたらこういうことかもしれないけども、まあ、こういうことはあんまなさそう。まあ、もしも極値があったとしたら、本当にどこでどうなってっていうことを考えればいいんですけども、まあ、とりあえず微分してみて、単調に減少だったらもう、これが言えると。じゃあ、微分してみると、f'x は、これはもう、対数の微分、昨日やったので、x 分の x プラス1だから、これの分数にするから逆数にすればいいんで、x プラス1分の x。で、この関数自体も微分しなきゃいけないと。合成関数なんで。じゃあ、これは1はまあ微分したら0になっちゃうんで、これだけ微分すればいいんで、x のマイナス1乗の微分は、もう、昨日の通り、もう、これを前に出して1減らせばいいというのは、どんな数でも使えるんで、マイナスで2乗になるから、x の2乗分の1と。で、これの微分は、x プラス1のマイナス1乗の微分だから、マイナスが前に出て、このマイナスと合わせてプラス。で、ここの指数1個減らすから、マイナス2乗。で、この中の数も、中の式も微分しなきゃいけないんだけど、微分したらこれ1になるんで、かけても変わんないということで、x プラス1の2乗分の1と。じゃあ、そしたらこれは、これが約分されて1個残って、x かっこ x プラス1分のマイナス1足す x プラス1の2乗分の1で、通分して足し算すると、x プラス1の2乗と、あとこの x で、こっち側はこれを1個かけてるんで、マイナス x マイナス1。こっち側は x を1個かけてるんで、プラス x だから、x かっこ x プラス1の2乗分のマイナス1。で、今 x は正なんで、これがプラス。で、これ平方だからプラス。つか、まあ、平方じゃなくて、もう x が正だからプラスですね。で、マイナスだからこれ結局負ですと。ってことは、この微分した式が常に負っていうことは、この関数は単調に減少していって0に近づくんで、負になることはないと。いうことで、絶対正ですよということなんで、こっちの方がでかいということが言えたということになりますと。じゃあ、そしたら2番は、多分この結果をまあ使うのかなという感じなんで、これだけ残しといて、で、まあさっき言ったようにこれ、こっちかこっち、どっちを使うかっていうと、これ指数関数なんで、指数関数を置いたときに、両辺、対数取って、これが前に出てきてって感じだから、こっちの方がいいですね。同じ格好してるんで。じゃ、G 括弧 X を1たす X 分の1の X 乗。この関数が増加だったら X が大きい方がでかい。減少だったら X が大きい方がちっちゃいということなんで、この関数の増減知りたいから微分したいと。でそのためには、対数微分法で両辺にリンを取って、まあこれプラスですからね。プラスなんで対数取れると。で、対数取ると指数が前に出てきて、リンの1たす x 分の1と。で、これを両辺 x で微分すると、まずこっちは、しれっと、これを変数とみなして、対数の微分しちゃって、で、これを合成関数なんで微分しなきゃいけないと。で、こっち側は、微分、そのままだから、微分して1、そのまま、1たす x 分の1。で、足すことの、そのまま微分なんで、x かける。で、微分はこれ、x 分の x プラス1だから、分数にするから、
x プラス1分の x で、これを微分しなきゃいけないんで、こっちは0で x のマイナス1乗の微分はさっきやった通りマイナス x2 乗分の1と。じゃあ g'x は両辺に g カッコ x、 これをかけて1たす x 分の1の x 乗、これ自体はプラスですよね。で、こっち側はリン1たす x 分の1で、こっちが x の2乗、x の2乗だから約分されて、マイナス x プラス1分の1で、これが、もろに、これですと。なんで、今、1番で、正と分かったんで、これがプラス、これもプラスだから、単調に増加。微分した式が正だから、この関数は単調に増加ってことは、x の値がでかければでかいほどでかいんで、これとこれどっちがでかいかっていうと、分母がちっちゃい方がでかいから、こっちが大でこっちが小ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で答えはきれいに書いてある、そして映像もすぐに見られるというシステムになってますんで、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。鈴木貫太郎のオンラインサロン新聞6紙拾い読み、私が新聞6紙を読んで気になった記事についてあれこれ本音で語る生配信、毎日朝夜交互で8時半からお送りしております。YouTube では話さないような、本音もちらほらと語っております。おかげさまで、初めて20日間以上過ぎましたが、当初予想していた人数よりも多くの方に入っていただきありがとうございます。私自身も、毎日新聞6紙を4時間以上かけて読む習慣がついて、この年になっても学ぶべきことが多くて、日々自分自身が向上していくことを自分自身で楽しんでおります。まずは7日間無料体験がありますので、そちらでぜひお試しください。